てかなんでこんな金ピカの部屋なの？お祭りやけん。目立ちすぎやろ。ほい、ということで今回は、青鬼オンラインの大型アップデートが来たということで、久々にやっていきたいと思います。動画以外ではね、たまーにやりよってんやけど、こんなに青玉ガチャの期間が切り替わり、いつの話だよって感じやけどね。予告新機能公開、新機能青鍵祭り公開予告。青鍵祭りでマップ中の鍵を集めて限定スキンの入った古の宝箱を開けよう。青鍵祭りんかな、サイ、どっちでもいいか。の詳細は公開時のチュートリアルで確認してね。開催期間は7月の18日の0時から7月28日23時59分。予告っていうか18日やけんもう来とるってことよね。長期開催期間は青鍵祭公開記念によるものです。期間終了後は期間限定で開催する予定。ちょっとあんまりよく理解できてないけど。とりあえず鍵を集める祭りってことね。激レアスキン追加。宝箱から超低確率で出る激レアスキンにフクロウスキン追加。マップ上の宝箱をたくさん開けてフクロウスキンをゲットし、青逃げして持ち帰ろう。宝箱からはゴリラスキンとフクロウスキンがランダムに排出します。私この前のさ、ゴリラスキンもゲットしてないよね。てかレア何にもゲットしてなくって。キツネシツイッターキャンペーン。ああ、なるほどね。もうこれ終わっとるやつやんね。受け取り。はい。やったー。大人気クリエイター、聖金が青鬼オンライン起動聖金さん。期間限定でプレゼント中、聖金になりきって青逃げを目指そう。青鍵祭も同時開催中。めっちゃいいやん。これは普通に、普通に受け取れるってこと？すげえ。新たなマップが期間限定で登場。お、マップも？新たな青鬼も出現。新スキンをガチャに追加。あのね、なんかね、青鬼の、なんか次々追加されている新スキン、可愛いのめっちゃ多くってさ、何あれ？カッパ？シーズンランク上位で報酬スキンゲット可愛いんやけど。ガチャに新スキン追加。真ん中の風鈴欲しい。かき氷少女誰？いや、可愛いけど。青鍵祭り開催中。週末限定で特別イベント青鍵祭りが開催。マップのどこかに巨大な宝箱が出現。ベッドや本棚など宝箱以外の場所に隠されている鍵を3つ集めよう。一人で3つめっちゃ大変やん、絶対。だって、青鬼から逃げながらってことやろ？鍵を3つ集めると巨大な宝箱を開けることができる。中には豪華な報酬が。え？巨大な、なんか別の巨大な宝箱ってこと？どれが開くやつか開かんやつかわからんことない。汚れとるやつが、鍵が入っとるやつってことか。そういうこと？え、今の期間は普通に、ずっとやりよるけど、この期間が終わったら週末限定になるってことかな。多分。え、かわいい！限定報酬として激レア豚スキンが登場。めっちゃかわいいやん。どうしたん？なんか絵柄があんまり安定してないよね。私今ランク AAA？ でもなんかあれじゃない？思ったより高かったんよね。イエーイ。さあ頑張っていくか。でもまあ今のランク C やけんね。はい、頑張って。行こう。青鍵祭り開催中。あ、これフレンドマッチももうできるようになったんよね。前までできんかったけど。とりあえず私はランダムマッチでいきます。ロード時間とか結構短くなったんかな？いろいろ、なんか人がめっちゃ消え、人がめっちゃ消え。なんかバグとかも、バグとかもすごい多かったみたいなんやけど、どうなんかな？人が多いんかな？準備中、準備中。お、結構集まってきたよ。100。はい、来たー。さあ、来い。4、3、2、1。はい。なんかこれ見たことない場所？青鍵祭り。開始。あ、そっか、私今死神やっけ。なんかでっかい宝箱を探さんといかんのよね。え、でっかい宝箱。びっくりした。なんか青にしよったらさ、めっちゃ、いろんな音にびっくりするよね。でっかい宝箱から鍵を3つ見つけんといかんのよね。何、どこからの音ですか？てか、これはどういう設定の場所？あ、どっか抜けれるんかと思ったら戻ってきた。
戻ってきた。あ、これこの人アキオンかな。何気にちょっと遠慮するよね。なんかどこに行けるんかが、あ、これ学校？学校か。なんかこう、わけのわからんスキンとかも結構あるけんさ、なんか置物なんだか人なんだかが。さっき四角いスキンなかった？誰かおったよね。青鬼どこにおるんやろ。全然わからんねえけど。全然わからんし、マップがわからねえ。え？これどこに、あ、ここから下に行けるんか。下に行ったら青鬼おりそうやな。いた！あー、ちょっと待って！あー、くる、無理。これ飛び箱？あ、これ周りにあるし飛び箱か。ちょっと待って、巨大な宝箱が全然見つからないんだけど。ちょっと。移動できないんだけど。なんで私あんな僕を捕まえてみなとか、そんな青鬼を煽るようなコメントを設定してんの。うわ。いなくなってる。あ、これ横にも行ける感じ？あ、ゴリラス系の人おるやん。びくったー。あ、あれ？え、これ宝箱って。あ、そっから入れるんか。何これ？あ、これ。あ、これが、鍵が3つないと開かんやつってこと？これ何？もう何もない。もうな、これ宝箱？ちょっと待って、意味がわからないんだけど。意味がわからないんだけど。これは中身復活戦ってこと？え？でもさ、何？中身が復活しなくって、個数が限られとんやったら、どうしたらいい？これ他のアイテムと同じように、誰かが死んだら、そこに鍵がばらまかれるってこと？じゃあもう絶対これ全部取られとるやん。てかなんでこんな金ピカの部屋なの？お祭りやけん？目立ちすぎやろ。ってことは誰かがお亡くなりになって、それをちょっと、横からかっさらっていけるのを待つしかないってことですか？誰が持ってんの？びっくりした。あーほら、もう青霧が。てか宝箱の前で待機しとる人おるけど、あの人は、怖い。こっちはいける？おっと、こっちはもうすでに侵食されている。侵食されている。何もう何もないって。私なんか押した？そりゃそんなとこに何？さっきからさ、もう何もないってめっちゃ出てくるんやけど、何も、むしろえ何もう何もない。ゆっくりした。今の何の音？なにどこ？どこ？おらんやん。てか、ここがあれかな？最後のエリアなんかな？もう車に乗っとる、かわいい。ちょ、待って。とりあえず死にたくないよ、私。嫌なんだけど。ちょっと待って。青霧に。もうここにおる人が全員ってこと？ 12 人。今青に3体おるんか。でもここにおるのは1体だけ？うわ、ちょっと無理なんですけど。てかさ、あの宝箱もさ、うわ。あー、来ないでー。あの巨大な宝箱の場所もさ、もう青霧に、あー、ちょっと、植木鉢超邪魔なんですけど。やめてー。こんだけ時間経ってまだあれから一人しか死んでないの？あ、待って、なんか、あー、取れなかった。待って。怖い。無理。いや、これさ、嫌だって。無理だって。ちょっと待って。ちょっと無理。死ぬって死ぬやろ。
ちょっと待って、無理やって。いや、もう完璧に無理やろ。いや、だって。ほら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 、これよ。これこれこれ、どう、ちょ、え、これはどこに行けばよかった。最後の3人まで残ったのに、最後の3人まで残ったのに、なんてこったい。どうなったん？ヒロシが大逃げ達成。え、誰も宝箱開けれてないわけや。なるほどね。てかめっちゃ、難しくない？一応なんかツイッター上で、こう、評判とかを、今回のこの青鍵のやつ、評判とかを見ていきよったら、なにこれ、今のスペシャルチャンス。あ、そういうことね。なんか評判とかを見ていきよったら、めちゃくちゃ難しいみたいな。難しすぎてこんなのクリアできないみたいなコメントがすごい多くって。まあ、難しい兼楽しいんやろうけど、どうなんかな。え、開けた人おるんかな、でっかい宝箱。やばいね、めっちゃ難しいね。え、でも楽しい。こういう新しい要素がどんどん増えていくのはすごい楽しくって、私的にはすごいいいと思う。誰って感じやけど。これからまたちょこちょこ、ま、動画であげるかどうかわからんけど、個人的にもやっていこうかなと思います。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いやー難しい。なんかね、思ったよりはこうちゃんと生き残れたけんちょっとほっとしてるけど。え、でも生き残るプラス鍵を3つ手に入れてでっかい宝箱を開けるっていう、いや生き残るだけでもね結構やっぱ100人中ってなったらめっちゃ大変やのに、大変な要素が増えたんよね。なんとかして宝箱を開けたい。頑張ろう。